日の本は岩と神楽の昔より女ならでは世の明けぬ国ってなことが申しておられまして、おなごさんがこの世の中になかったら暗闇と一緒やと。つまりおなごはんは電灯会社かガス会社みたいなもんです。またおなごさんやなかったらでけん商売がございます。何かと申しますと、おめかけさん、お手かけさんとも言いますが、これはもう、女性独特のご商売、ご商売って言うたら語弊があるかも分かりませんが、ただ今ではお手かけさんとかおめかけさんと言わんそうですな。二号さんとかセカンドってなこと言うんです。変わりましたですな。このおめかけさんにも階級がございまして、上中下波ちゅうのがある、ね、肉買いに行ってるようになりますけれど、上中はどんなんかと言いますと、まあ闘魂でございますと目向くようなお金ですが、このお話の時代やったら、まあ月に200円ぐらいお手当をもらいはって、みこしの松、黒部囲い、立派なお宅で女中さんの3人もおいてお手掛けさんが暮らしてな、これが上ですな。中はちますと、これもやはり表通りでちょっと2階建てのこじんまりした下田屋、まあ月に100件ぐらいお手当がございます。ほな芸はちますと、月に50円ぐらいもらいはって、でちょっとした老人の、まあ一軒老人ぐらい、こじんまりしたお宅で住んでな、ほな波ちゅうのはどないなるかちますと、これはもう老人の汚いとこで、で次に10円ぐらいもろうてね、そうですさかいに、大抵こういうお出かけさんのうちには猫が凍ったあるか菌が凍ってございまして、今は申します、あの上の方になりますと、まあ上等の菌がいてる、中ぐらいで猫が凍った、波になったらどんなもんが凍ったあるかというとネズミぐらいのもんですな。これはもうお金がいりまへんさかい、あこういう波のお出かけさんのうちなど行ったら世話しのうでね、ご飯もゆっくり食べられしまい、ネズミがそこら走り回ってますさかいね、それでも買うもんがないさかいに、ネズミを可愛がったはるちゅうんですさかいに、いろいろあるもんでございますが、またこのああいう、お仕事、お仕事って言ったらおかしいですけど語弊がございますが、お出かけさんあたりになりますとお昼の間退屈なもんですから、よく表通ってる人など、格子の中から見ていろいろと品定めしてなはる。ちょっと清や奥さん、なんでおますの、今表通ってる人あれなんやの、えらい綺麗な顔してはるやないか。まあ奥さん知りはれしまへんの、あれ役者はんですわ。まあ役者はんか、綺麗なこと。女方か、うん女方でおますの、なんちゅう役者はん、あの人な、あの中村会社はん聞いまんの。まあ会社はんってあの人綺麗なこと、あと行きはるあのやっぱ姿勢の高い人は、あの人が中村福助さん聞いまんの、あれが高砂やはん、まあ綺麗な、ちょっと見てみ、あの方からババチーノが歩いてるやろ、あれなんやね。まあ奥さんご存知おめえの、あれ話し家ですわ。話し家って何すんの、奥さん知りあれしまへんのんか。いいえな、落語やる人でんの。落語、まあ汚い顔してる。ちょっと見てみて、キヨ見てみな、あれあの話し家ちゅうの、生意気に向こうでしょんべんしてるわ。話しかかってしょんべんぐらいします。あそうですさかいに、そういうとこ我々みたいな連中が通りますと、ああ決まりの悪いもんです。男連中が7、8人も集まってるところは、若い娘さんが通りかかりはると、やっぱしこの、男の視線が全部その女性に注がれてるちゅうので、おなごはんかて恥ずかしいもんですから、つい顔ポーッとこうしなはって、でうつむいて急ぎ足で通りはるもんです。あ男でも同じことです。おなごはんが見たはるなというこの視線を意識するとつい照れくさいもんです。私らでもようあるんですわ。
女の人が5、6人固まってはって、ちょっと見てみる、ちょっと見てみる、向こう歩いてるやろ、あれ、あれ、あれ、ちょっと見てみな、あれ、あれですよ、汚そうに言いますわね。で、こうして指さして、指さしたって、この指さした方の指が腐るってなもんでな、慌てて手拭いてる人がおますけど、あれ見てみな、あれ、え、なんやの、あれ、落語家やし、まあそうってなこと言われるとね、つい意識しまして、すまして歩いて、ドブやはまったりするもんで、あ、おかしなもんですな。そうですから、そういうお宅の表を通りかかりますと、今申します通り、あ、孔子のうちだから見たはるなという気分がいたするもんですか、つい意識してすまして歩いてる、ちょうど曲がり角で出会い頭ちゃってやつですな、べったりとパッとお互いが突き当たりかかって、思わずお互いに体をばこう避け合いまして、それでお互いに顔を見合わして、照れくさいもんですさかい、お互いがふっと下を見ますと、ちょうど二人の真ん中に財布がおった。なんや、おってはんな。なんや、おってはんな。財布らしょはんな。財布でんな。あんた落としはったんと違いますか。いえ、私落としたんじゃ。あんた落としはったんちゃうか。いえ、私が落としたんでもおまへんわ。あ、さやか。誰が落としたんでしたろ。さあ、わかりまへんな。どないしはりま。まあ、あんた拾いはったらどうです。いえ、どうぞあんた拾ってくれやす。あ、さようか。ほな私拾ってもよろしか。ほな私拾いめようか。何を言うてなん。いや、ほなこうしめね、お互いにこれ見つけた二人が一緒でしただけ。まあ、辺りに人影もなし、どうです、これ拾ってみて、中に何本入ってあるかわからんけど、何本入ったってもあんたと私と半分ずつにしまようか。なんでか、中に何本入ったっても半分ずつと申しますと、いえ、例えばですよ、10銭入ったったら5銭ずつ、10銭やった、ほな50銭入ってたら25銭ずつ、1円やったら、ほなもう勘定せんかって分かってましたろ、50銭ずつだ、ほな1円11銭やったら、なおかしな話いいな、何にしたって半分ずつにしたらよろしいが、さよか、ほならさよう開いられ、いやいや、いいな、今開いましたから、ちょっと待ってとくれやっしゃ。財布ですわ。入ってはか。入っては。何も入っては、早言うとくられ。いやいや、いいな。え、こんだけ。5000円、大変そうなこと言うの。それは嬢さん入ってますかい。500円札が1枚だ。500円札が1枚行さん入ってやしたら、それ半分ずつちょうど250円は大事なもんでか。そうだ、初めに約束した通り250円あんたのもんだ。さよか、えらいすべえな、早送らあれ、いやいや、いいな、早送らあれで、表紙の悪い500円札が1枚だ、これあんたに渡しまへん、え、私250円でええんだ、そら分かってわ、さかいこれ渡すさかい、250円釣り送んなはれ、な無理言うたらいかん、そんな無理言うたらいかんだ、わたいが250円の釣り持ってるはずがおまへんやろ、実はわたい今日1銭も持ってんじゃへんね、あーええー、とこで財布見つけたらと思って喜んでるとこでんかな、250円やてすんまやけど、ほんならあんたそれ私はさけ250円釣り送んなはれ、いや実はね、私もね細かいもんの持ち合わせがおまへんねん、まさやか困りましたら、ほらこうしまやか、どないしまん、それ半分に破って、要するにほらって言いない、さと半分に破ったらできますかい、あ、どこぞ、いや私とこがね、この近所やったらよろしいんだけど、ちょっと遠方で、ね、あんさんお見かけしたところ、このご近所のお方らしまんな、ええー、そうでね、ほなお宅へ寄してもらえまやか、ほでお宅でその細かいものと変えてもらえまやか、あんた、なんぞ勘違いしたはんの違いますか、私、うちに帰っても、私一人しか家しまへん。その私が一銭もないって言ってる。うちに来てもらっても無駄足になりますよ。うちにもおまへんのか。ええー、もんなもきれいにおまへんね。何にもおまへんね。ああ、表紙のあれ、えらい源助で。喜んでねおまへんの。ほんなら、あんたのお知り合いか、何かで。まあ、小商いでもやってはるお宅はおまへん。あ
それやったらちょうどよろしわ。うちの兄貴風呂屋やってはね、もう絶えず細かい銭扱うではさかい。それを先に言いなはれ、兄さん風呂屋さん、これやったら細かいお金はすな。ほならその兄さんとこ行きまやか。ところがちょっと遠方でん、いや少々遠方でもそこまで行ったらよろしいやろ。行きはりますか。いや行きますよ。どこでんねん。熊本でんねん。もうそんなあほらくいいな。熊本まであんた500円の札買いに行けますかいな。どこぞこの近所でお前のかさ。お前ねん困りましたな。誠に失礼でございますけれど、えろーお困りのご様子なんでしたら私の方で細かいもんと両替させていただきましょうか。おーさようか。いえ、さっからそこで聞いてありましたんで、かっこらえらいずわっごて、いえ、お方もとさ騒がしわいて、いえ、この人もあたいも実は細かいもんがおわへんので、そうしていただければ結構でますけど、浅いでますか。どうぞこちらへお入りやす。そうでか、おきありがとうなんで、もし、ここのお宅で帰ってやると、こら言うてくれてありますせ。人間ええこと人がいるな、ほんで。こらいすっごいいいこと。何を喜んでなんだ。いや、あのね、ここのうちで両替してやろうと、こら言うてくれてはりまして、そやさか喜んでおりゃ、こらいすっくり行くとは思いはなかった。ともかく早行って帰ってもらえば。いやいや、いいなんだ。ごめんなさい。どうも、えらいご無理申し上げまして。どういたしまして、どうぞこちらへお貸しくださいませ。へえ、これ、500円札で、これをは細かいものに変えていただきましたら結構で、さいでますか。承知いたしました。どうも、アイスワンゴって。もし、もし、なんです?なんですや、おまへんがな。初めてよしてもらいまして、ましてご無理言うてるんだ。え?黙ってニコニコ笑ってんと。なんだと言い張ったらどうです?何を?いえ、なんとか言い張ったらどうですって言ってはんねん。くさいか。なんでわすな、じゃがいもも卓球でもわんな。何を言うてないな。ようそんなアホなこと言いなはんな。初めて来たうちでじゃがいもも卓球でもうますなって。でもそんなアホなこと言いなはんな。そこであんた何なと言えちいなはるさ。私思ってること言うたんだ。それ見てみなはれな。おなごはん、けったいな顔して奥へ入ってしまいはりましたから。はさよか。しかし、今、言い張ったお方、えらい綺麗なお方でんな。あんたそんなとこだけしっかりしてなはんねんな。あんたの言い張るとなかなか美しいお方でしたな。何さんでしたら。何です?何さんでしたら、お稲荷さんみたいにいいな。まあそうでんな。こんなこと勝手に想像して言うたら悪わんねんけれど、ここのお家の構え、まあ今のお方の着物の着付け、化粧の仕方、どうやら、まあ、それんな。私の思いではここのお家は昇卓さんやと思いますな。さよか。おなごでね。何が、いえ、昇作さん、昇作さんや、お前が。昇卓さん、昇卓さんちゅうと、お手掛けさんのうちでんが。あ、さようか、なるほど。あんたの言い張った通りだ、あのおなごさん、二号半でっか、さようか。いや、私もそうやないかいなと思ってたんだ。なかなか綺麗なお方やしね。で、年はいくつです?なんです?いえ、今のお方の年はいくつです?そんなこと私に聞いたって知りまへんが、知りまへんって大抵想像がつきましたら、私の思うのにはそうですな、24でかな。そうでしたのかな。ひょっとしたら27、8でかな。わこめはるさかいな、綺麗な人は32、3かいな。それとも40、何をほじゃと。いくつでもよろしいがな。ほで旦那ちゅうのは何する人だ。何?いえ、旦那は何する人だ。旦那は何する人ですか、あんた、そのこと分かりますかい。分かりますかいなって、これだけのうち構えて、かっこいいはんねんさかい。旦那はんの職業分かりそうなもんで、何してはると思いなはる。私、そんなこと、よう想像しまへん。あんた、知りなれんか。私、分かってます。どこぞ銀行の頭取かなとしてはるお方ですわ。へえ、分かりますか。分かります。年はいくつやと思いなはる。分かりまへん。何にも知らん人やら、そうでんな、その旦那の年学校は、まあ、48でっか。ほう、そんなことまでわかりまんか。ええ、わかりまんか。でっぷりと声張ってね。ちょっと頭の毛にね、白いもんが混じるぐらいでさ、
でっぷりとか言ってはってこちょっと冷やしたりはね、あらでっぷりしたね、あら立派な体してはりますわ。ほで週に何遍来はると思いなはる？絶対な人やなこの人。そんなことわかりまへんちゅうてましたろ。わかりまへんって大抵決まってますよ。来はるのは土曜日に来るとか、そうか、まあ間水曜日に来はるとか、その旦那によって違いますから、ひょっとしたら日曜日にね、ちょっとどっか行くってなこと言うて来はるとも限るえいし、で来る時にはやっぱし自動車で来はりますか、それとも電車で来はりますか、人力車で来るか、それとも上車、いやそんなあんなわけいないなんで手掛けはんのうち君の上車で来はね。まあまあそれはあんたいろいろおわっさいな、私はまあやっぱり銀行の頭取やったら自動車で来はると思いまんねんけどな。はあ、そんなことまでわかりますか。で表でねクラクションってやつが鳴りますわ。えクラクション、はあ、自動車のラッパでか、そうだそうだ、あれがね鳴りましたろ。鳴りますとね、一番先にお出迎えに来るのは誰やと思いなはる？そらお出かけはんと違いまんのか。いやそれが違う、一番先に出てくるのがね田町をね、ここのね犬が出てきはん。あんたここのうち初めて来たんですよ。たまてな犬がいてまんのか。ええー、いてまんが、チンが。大抵こういうお宅にはチンがこうてまんねん。その犬の名前がたまちゅんが。えらいことわかりまんねんな。ほでどないなりまんねん。そのたまが出てきてね、玄関でね、わわわわわわって言うて、ほえわって。ほな、その次に出てくるのが、おたけどんちゅうてね、女中さんだ。あんた女中さんの名前まで知ってなはね。いやもう大抵こういううちの女中さんって言ったら、おたけどんから、おはるどんに決まってまで、おたけどんですさ、ここは。大いこと知ってなはるな。ほでおたけどんが出てくるんだ。出てきましたら、まあ旦さんお帰り、あそばでいい、奥さんちょっと風邪気味でお休みになってますね。わ奥さん、旦さんのお帰り、大きな声出しなはるなんて声出しなはる。いいえだ、あんたが聞きはるさか言うてはん、あの旦さんのお帰りでおわっせって言ったら、奥さん風邪気味で寝たはったもんとめて、こんなとこにね頭痛こうはってね、奥から出てきゃ、まあ旦さんえらいすんまへん、ちょっとな昨夜風呂入って寒いなと思ったら風邪ひきました、えらいすんまへんでした、言うて出てきたら旦那お触ってな、お風邪ひいてんのやったら無理にして起きてこんでもええで、寝て寝て、そんなことおっしゃったかって、旦さんお帰りになってもすぐにあのお食事の支度いたしました。いやいや僕はあの外でやってきたさかい、僕もなお腹が大きいねん、ちょっとしばらく横になろうと思って出てきた、まあ最善はすかいな、ほんならなすぐにあのとことらします、おたけおたけ、あの旦さんのとこ取りなあれって、おたけ承知いたしました、ふすをあげましたら、おたけのが布団出してな、とこ取ってねんねん、大きな声やなこの人何を言うてんの、奥聞こえたらどないしまんねんな。あそらそうとおなごはん出てきまへんな。そうでんな、こらえらいことしましたで、ね、何を言う、何をてそうでんがな、ひょっとしたらあの500件札持って裏から逃げた、いやそんなアホなこと言うな、500件やぞ裏持って逃げたりしますかいな。あ見てみたあれ、私が言うてた通りは、そうそう、あのふすまのとこから顔出してましたら、チンチン、俺見てみたあれ、白と黒のチンがいてまんから、おいチンよチンよチンコよたまよチンよたまよ金玉よ何を言うの、あれ見てるあれ、やばし玉だ、玉だ、来ました来ました、ほら可愛らしいやっちゃな、あーそうか、あこのね金っていうのは芸しまんね、芸やらしてみますさ、そやえらいことしたな、もしあんたはピスケットか何ぞ持ってなはれんか、そんな思ってまったやな、さよか何ぞ食うもんないかいな、ああったあった、これでええわな、これでええて何だね、壊すもんがないさかい、ちょっとたもとくそ、そんなアホなことしまんない、いえいえちょっとカッコするだけだね、あっ金よ、いっぺんくるっと回ってワンチェ、くるっと回ってワンチェ、これやるさかい、くるっと回ってワンチェ、くるっと回ってワンチェ、くるっと回ってワンチェ、うわっあっもし、たもとくそて、もみないもん。よ、そんなあんの？あんたがたもとくそを食べてどないしなはん。えらい長いことお待たせいたしました。どう恐れ入ります。いいえ、女中に帰りやろうと思いましたところ、女中が留守でおましたんで、私ちょっと走って行ってきましたんで、うちにあると思っておりましたところ、会いにくなかったもんですから、知り合いで帰ってまいりましたんで。
そいでますかいら奥さんわざわざそうでますかどうもいつまんごってございまして、先ほどお預かりいたしました確か500円札が1枚でおましたな。ええー、そうでますね。これ100円札で変えてまいりましたんで、この200円あんさんに差し上げますで、私に、さいますか、ほな200件頂戴いたします。でこの200件はそちらのお方にお渡しいたします。私でか、待ってはいたんや、ほんと言われるとなかなか出てきゃあれるさかい、ひょっとしたら逃げたんやらいかいら言うてさよか、200件いただきゃいただきゃ、ほであとに100件残りますな。あと100件残ってます。ここへ私の方からもう100件足しますとちょうど200件になりますわな。へえへえ、200件になります。もうそれ入ります、両替していただいた上にまだ100件足していただきますので、この200件は私の方が手数料にいただいておきます。六代目松鶴さんの欲の熊高でございました。